おかえりなさい、GV。お仕事お疲れ様。本当は私も何かできたらいいんだけど。シアンは十分に僕の力になってくれているさ。こうやって君と話をしてからミッションに行くと、ミッションで倒れた時モルフォの歌が聞こえてくることがある。そんな時は僕はもう一度立ち上がって戦うことができるんだ。 GV、私たちはいつも GV のことを思っているから、それがあなたに伝わっているのかもね。してないでしょ。このゲームはオートセーブじゃないから、こまめにセーブしなきゃダメだよ。了解。セーブはメニューを開いて行うんだな。また私と話したくなったらメニューからトークルームを選んでね。GV、ナビゲーションは見てる？ミッションに出ていないとき、つまりこの家にいるときは RB ボタンを押せばナビゲーション。ミッションの役に立ついろんな情報を見ることができるんだって。気が向いたら見ておくよ。GV、ミッションのときにメッセージは見てる？メッセージが邪魔で足場とか敵の攻撃が見づらいって思ったときは Y ボタンを押せばメッセージの表示を切り替えられるんだって。あ、Y ボタンっていうのはデフォルト操作の場合だから、コンフィグで操作を変更していたら違うボタンになるんだけどね。どうしても集中できないって場合は試してみるといいかも。メッセージの表示切り替えね、覚えておくよ。GV はミッションの時クリアランクは気にしている？ランクが高いとミッションクリアの時に手に入る素材アイテムが増えるみたい。ランクは全部で5段階。なるべく多くの敵を倒しつつ短い時間でミッションをこなすのと、それとクーロスのポイントが大きいほど高いランクになるみたいだよ。普通にクリアするだけでもいいけれど、できるなら最高の SS ランクを目指して頑張ってみてね、GV。やけに詳しいんだね。その、調べたから。じゃあ、GV。モルフォ、珍しいね。そうだ、GV。あなた、クーロスには気をつけてる？1000ポイントを超えたときはクードスを維持している間だけあなたのために私が歌ってあげる。普通にミッションをこなすのもいいけど、気が向いたら狙ってみてね。
モルフォの歌って全部シアンが作ったの？最初のうちはそうだったけど、途中からはスメラギの人が作った歌。そして今こっそり GV のために作っている歌が久しぶりの作曲ってわけね。モルフォ、なんでバラすの？私はシアンの心、あなたの本心だもの。自分の頑張りを GV に知ってもらいたかったのよね、本当は。そんなことないよ。大変だね。しまったな。何か買ってこようか？いや、危ないし僕が行ってくるよ。でも私、GV に何でも任せっきりで、何かあなたの役に立ちたいの。シオン、ありがとう。その気持ちだけで十分だよ。 GV、私いつかできるようになるから、料理も他のことも。そういえばシアン、まだ聞いたことなかったけど、食べ物の好き嫌いってある？好き嫌い？辛いものは苦手かも。和菓子は好きかな。羊羹とか金つばとか。和菓子ね。言っておくけど、ジーノが置いていったものだからね。そうなんだ。じゃあジーノさんに面白かったって伝えておいて。あと続編があったらお願いって。SNS やってたの？クラスの子に誘われて。どうかした？シアンが気にすることじゃないよ。
やっぱり好きなんだね。GV 聞いてたの？ごめん、茶化すつもりはなかったんだけど。そういえば、シアンは他に何か趣味ってある？アクセサリーを作るのは好きかな。ビーズとかシルバーとか。今度見せてもらってもいいかな？シアンが書いたの？違うの！これは、その…気にしなくていいから！それ、明日の用意？あ、GV、明日被服の授業なの。学校は楽しい？うん、この間音楽の先生が歌が上手いって褒めてくれたの。先生もまさかシアンが元トップアイドルだとは思っていないだろうね。アイドルだったのはあくまでモルフォだから。